はい、どうも皆さん、ケジオです。ということで今回は、本編ですね。はい、今回も本編やっていこうと思います。58章ですかね。はい、見ていきます。ということでまずはお知らせかな。いくつかあるので、見ていきましょう。まあ連合戦が来ています。で、32回の国取り戦の番付が来ています。まあこの辺はいつも通りなんで OK でしょう。はい、そうですね、この前ピックアップ来てた、欅ちゃんかな、はい、が、通常ガチャに入りました。で、新しいスキル突破武将が増えましたね。これはまあ後で見ることがあると思うのでその時に行きましょう。で、前回のイベント報酬が、配られてます。そうですね、まず優勝限定1人1回補助確定ガチャが来てます。10月6日メンテナンス後から10月13日の13時59分まで、ピックアップ対象がニコちゃんですね。この子が新しいスキル突破武将やったかな。うん、あの前田刑事ですね、歌舞伎ものの、はい、がモデルとなっております。ガチャ詳細としましては、ニコちゃんピックアップで優勝限定1人1回星5確定ガチャの星5枠は 50% の確率で、まあ、ニコちゃんが出ますよと、うん、いう感じですね。で本ガチャは10連のみ1人1回となっております。優勝席を3000勝しますという感じですね。はい、まあニコちゃんが、強化されてますので気になる方はっていう感じですね。で詳細はこちらとなっております。強化された点がこれですね。スキル2が基本攻撃後に発動する解除カウンター、非基本攻撃後に発動するステータス減少耐性解除、バリア解除、強化解除に、変更がありますと。それとスキル3、スキル2の敏捷上昇をサブスキルに移動し効果量増加、覚醒スキル追加ダメージ減少バリアの効果量増加という感じであります。でスキルを11にすると防御性能が強化され相手の強化を解除する武将になりましたということで、まあ前より使いやすい防御武将になりましたよという感じですね。はい、敏捷力上昇、追加ダメージ減少、バリアの全てが強化され防御性能が飛躍的に上昇、解除カウンターも追加され様々な強化効果を解除できるようになりましたということなんでね、防御面をね強化したい方はぜひね、まあ優勝ガチャ狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。でイベント復刻限定ガチャもやってますね。で期間はさっき言った期間まで、で今来てるガチャがスイートチョコ物語と怪しい医院の怪しい治療ということで、今年のバレンタインとなんか病院のイベントか、あのワンコちゃんがの衣装がとんでもねえやつやな確か、うん、が来ていますようで、優勝限定1人3回星5確定ガチャとなっております。こちらは1人3回引けて優勝ガチャを3000、優勝石を3000消費しますということで、ピックアップ武将以外の武将も含まれますということで、まあ注意しましょうということで、チョコの方は星5が双葉ちゃんとエリカちゃんかな、うん、でナースの方はカオルちゃんとワンコちゃんとなっております。で復刻選択ピックアップガチャ、こっちの方は、2人選ぶんかな、うん、スイートチョコ物語と怪しい医院の怪しい治療を含む、うん、イベント武将を選択できるやつですね。で1回ピックアップ武将を決定すると変更ができないので注意という感じになっております。まあこれもいつもたまに来るやつなんで、まあいつも通りじゃあいつも通りですね。はい、あとは遠征イベントが来てますっていうのと連合戦が開始されましたっていうのですね。でまあメインはここかな、花咲館山編5960開放ということで、完結ですね花咲館山編が。
でもまあうちが今日見ていくのは58章なんで、これ見るのは多分また来月になるんかな。うん、まあちょっと時間はかかっちゃうと思うんですが、まあのんびりやっていきますということで、新章開放記念ログインボーナス、これもまあいつも通り3日間ログインすると、各日スタミナが500もらえます。全部で1500もらえますということで、まあお見逃しなく。で60章クリアするとお得なセットが買えるようになりますので、1時間っていう時間があるので、はい、まあ時間だけ気をつけましょうってな感じかな、大体。うん、あ、まあ連合戦の後期間だけやっとくかな。うん、まあこんな感じになってます。はい、まあ自分はちょっといろいろ現実の方で忙しくて1日目2日目参加できなかったんですけど、まあ3日目から頑張っていきましょうかね。はい、っていう感じです。まあということで、パッと説明したところで、まあ早速見ていきましょうかね。はい、前回57章を見ていって、まあなんていうやろ、あの鬼化したさゆりさんがとてもしつこいと逃げても追ってくるし、寝ようとしても追ってくるしで全然休めてないみたいな感じやったかな、前回の終わり。うん、でどうしましょうみたいな感じになってた気がするので、まだ今逃げてる途中かな。もう夜通しで逃げてるみたいな感じだったんで、かなり大変そうってなとこで終わったので、早速まあ今回はお知らせもあったから3話までかな、はい、見ていくと思います。いきましょう。急がねば、魚津城まで何としてでもこの書状を届けねば。鬼に追われてる。ち、急ぐぞ、気張れよ。あー、く、囲まれたか。殿、新田殿、申し訳がー、あー、織田、届かずって感じか。まあ春貞に見つかったと。でまだ相変わらず織田って言ってるね。はい、やっぱ織田に対しての恨みが半端ないよな。うん、まあこれもまあ前回も、まあ、説明したけど、春貞はまあどうやらは昔にちょっと前にまだ人間の自我が残ってた時に、織田と長尾にね、鬼に襲われてるから助けてほしいっていう、要望出したんやけど、まあ無視されたっていう、まあね、春貞の中では無視されたっていうのになってて、でそれでだいぶ強い、まあ怨念というかね、まあ恨みがあって、で鬼になっちゃったみたいな感じなんかな。まあでも前回までの見てるとクオンちゃんには届いてないよな。ミクちゃんには多分届いてんねやけど、クオンちゃんには届いてなかったっぽいんで、そこがまだ、まあ、真相分からずって感じですね。まあ多分今後分かっていくと思いますね。目を覚ませばすでに太陽は南の一番高いところまで登っていた。こんな時間まで寝てしまった。俺の記憶があるのは、岩黒城に廃廃の体でたどり着いた後、城の人たちに簡単な事情を話すところまで。その後の記憶はきれいさっぱり抜け落ちている。まあ無事に岩倉城に着いたっていう感じか。 あとなんか岩倉城を目の前にして、なんか何だっけ、山全体に黒い百合がいっぱい咲いてたんやったっけ。なんかそんなとこで終わってんだか。うん、ひとまず昨日の夜は鬼の襲撃はなかったみたいだけど、なんか不気味な感じで終わったよな確か。あ、ケンスケ様、おはようございます。もうおはようって時間でもなさそうだけどね。仕方ありませんわ。野々市から岩倉城に着くまでほとんどまともに寝られませんでしたもの。私たちも起きたのはついさっきなんですよ。まあしゃあないよな、夜通し逃げてたし。うん、
健介様。お。皆さんもお目覚めになりましたか。泉？けどそこに姿を見せた泉の口ぶりは梅やコロののんきな様子とは違う。明らかに深刻な雰囲気のあるものだった。泉さん、どうかなさいましたの？はい、昨日の夜、あ、城の者が魚津城に使者として向かったそうなのですが。うん、さっきのやつな。まさか城の目と鼻の先で、あ、つい先ほどムクロとして見つかったそうです。城のすぐそばってそんなところまで鬼が張ってたってこと？まあ、てか春貞おったもんな。うん、いえ、出発の際はそのずっと先まで見送ったそうなので。あ、違うんや。わざわざ運んできたってことか。なんとむごいことを。ああ、人の所業とは。まあ、人じゃないからな。あ、いえ、鬼のすることでしたわね。うん、これって警告ですよね。こうなるぞと。ああ、これ見よがしに死体を運んできてるあたり、もう岩倉城からは逃げられないぞとでも言いたいんだろう。無視してでも魚津城まで行けばよかったかな。あ、無理か、無理してでもか。魚津城で同じことになっただけだと思いますよ。うん、それに岩倉城に着いた時点で我々も限界でしたし。だよな。最悪魚津城までの間に力尽きて春貞に襲われるパターンまで容易に想像がつく。まあ、ここまでギリギリやったっぽいしな。うん、ですがあの叫び声の様子からして岩倉城まで来たらすぐに攻め入ってくるかと思いましたけど。ああ、俺たちを追い立てるためにわざと吠えてたのかもしれないな。まあ、一応上級鬼やからその織田とか殺すとかしか喋れやんかったとしても、まあ、指揮はちゃんと取ってて、うん、ちゃんとした上級鬼っぽいからね。その辺はやってるかもな、分かってて。城に追い込むって鬼が籠城を敷いてきたってことですか？城の者に聞きましたが、戸頭館が落ちた際の春貞も鬼相手に籠城戦を強いられていたそうです。ああ、あるんや前例が。俺たちにもそれと同じことをさせたいのか。あ、なんだケンスケたちもう起きてたのか。おはようございます。やっぱこの3人来ると一気に空気変わるんよな。で、そんなのんきな雰囲気じゃなさそうだね。そうやな、今ちょっと大変になってるな。まあな。でも難しいお話の前にワンコはお腹が空きました。お前な。いや、こういう時はワンコが正しいよ。人間腹が減ってる時はろくな考えが出てこないしな。まあ腹が減っては戦はできぬと言うしとか言うしな。うん、それもお姉様の教えですか？いや、俺の経験談だよ。なんか泉ちゃんさ、なんかお姉様の経験談ですかみたいなことよう聞いてけえへん。気のせいかな。なんかそういうの結構気にしてる節あるように思うけど、泉ちゃんだけじゃないっけか。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだわ。よかったな。のんきだな。これから鬼相手に籠城しなきゃいけないのに。まあ、やからこそやっぱ食っとかんとね。うん、ケンスケ様も腹が減っては戦はできぬって言ってたじゃない。食べダメだよ食べダメ。んなこと言ってたっけか。そこまでは言ってなかったと思うぞ。そうよな。それでケンスケ様、これからどうするんですか？食事を済ました俺たちの脇では岩倉城の人たちが地図を広げてくれていた。
理想は長尾勢を応援に呼ぶことだったんだけど、春貞の契約国を考えるなら素直に呼ばせてもらえないと思う。この岩倉城から富山湾岸にある魚津城まで直線距離で6里ちょっと、25キロとかそこらってところだろう。うん。通常の行軍なら1日がかりでその距離を駆け抜ける間に一体どれほどの犠牲を求められるのか、今の状況だと想像もつかない。一応野々市から離れるときに石山州に長尾に応援を求めるようには頼んであるんだけどな。あ、対策は一応してあんねんな。うん。とはいえそれもどうなったかわからない以上、頼りすぎるのは禁物ですわね。義理がたい彼らのことだから約束は果たしてくれるだろうけど、あの足止めの後春貞相手にどうなったのかもわかんないしな。そもそも加賀を出発した俺たちが越中の端から端まで逃げてるなんて思わないだろうし。南の街道を経由して飛騨に向かうというのは、南の街道は越中に鬼が出るようになってからは何年も整備されていませんから。やっぱりあの地図にない街道が例外だったんですね。ああ、あのコロちゃんの信氏の勘が言ってたやつな。うん。なら東は、いくら今年の雪が少ないと言ってもあそこは無理だよ。岩倉城が建っているのはいわゆる飛騨山脈の北部、立山連峰の玄関口にあたる場所だ。ここから東に向かえば待っているのは日本有数の降雪量を誇る雪の白鳥でなわけで、うん。なんだか行ったことがあるみたいな物言いだな。姉ちゃんたちと雪の立山を縦走したことがあるんだよ。それってどうだったんですか？控えめに言ってもう二度とやりたくないな。ケンスケ君がここまで言うんやから相当なんやろうな。ですが他に策となると、こうなれば岩倉城を捨て我ら岩倉の千と健介殿の2000の全軍が一丸となって魚津まで駆け抜けるくらいしか。それこそ春貞が襲ってくればどれだけ生き残れるか分かりませんよ。いや、そうよな。それもなんか向こうの思う壺みたいな感じっぽいしな。籠城を頑張ってれば魚津城の物見や警戒の兵が岩倉城の異変を見つけてくれるなんて楽観案もないわけじゃないけど。こっちからもアクションを起こさないといつまで経っても籠城する羽目になるしな。人間相手の籠城ならまだしも、あの純粋な暴力でゴリ押してくる春貞を前にこの城の防備がどれだけ持つかもわからないわけで、まあ人とかけ離れてるからな、やっぱ鬼って。しかもあのついえ春貞がおるわけやからな、ちょっとやばそうよな。どこまでも使っていうのは、食料もあるしな、こっちの。なあ、ケイスケ。どうした？やっぱり立山を越えるのが一番じゃないか。だから危ないって。どこも危ないのは一緒だろ。それに立山を越えれば信濃だし、北に行けば越後だろ。甲斐まで行けば武田もいるし、南に下れば松平のいる三河だ。飛騨を越えて美濃に行くのは？それも考えたけど、今の美濃に誰がいるかわかるか？今の美濃に誰？ゆいなちゃんとか？はあ、いるとしたら誰だろう。ユイナ様はいるだろうけど、ミツキ様とムギホ様は望み薄だし、こやっしゃ。ああ、そっか。だったら越後か武田あたりに頼んだ方が確実だろ。まあそらそうや。うん。最悪
ミク様や光様はいなくても誰か一人くらい兵を引き入れそうな将が動いてくれるだろうし、まあまあおるやろうな。うん、それでもダメなのかよ、ケンスケ。若菜が登山の怖さをちゃんと知ってるなら止めないよ。俺の場合は登山経験も豊富な姉ちゃんに現代の科学技術で存分に強化された登山装備と食料があってもトラウマ級の経験だったんだ。そうやな、現代のを用いてもってことやもんな。うん、食料とかもまあインスタントとか、まあそれこそ暖房器具とか、まあまあその何暖房ウェアとかね、うん、ちゃんと着てった上でのまあそれでもトラウマ級やったんやからね。今の戦国時代でね、それを超えるとなると、しかも鬼もいるわけやし、もちろん俺が過剰に怖がってる可能性はあるけど、登山は十分すぎる準備があってなお油断一つで命を落とす場所だ。ケンスケは僕が失敗するって思ってるのか？別に失敗するくらいなんてことないよ。帰ってこないよりはずっといい。あー、まあ、やっぱ命、そうやな。なるほど、そんな鬼の回避法が。今回の鬼は春貞の指揮で動いてるから、どこまで通じるかは分かんないけどね。とはいえ試してみる価値はあるでしょう。あとは城内で、のろしでも焚いて魚津城から様子見に来た人たちに気づいてもらうくらいかな。魚津とは数日に一度は連絡を取り合っておりますので定期の報告がなければ向こうからの確認があるはずです。普段から使えるのろし台はないの？以前は魚津までの山沿いにあったのですが、今は鬼が襲ってきてますので、少人数の兵が詰める類の設備を、常備するのはなかなか厳しく。いずれにしても半月かそこらは耐えることが前提になりますわね。半月か、結構長いな。うん、お城をどう守るかも考えなきゃだね。そうね、籠城用の糧食と城壁の補強に使える資材は十分ありますから、まずは城の守りを固めさせましょう。ああ、まああれか、食い物とかはまあまああるんやな。うん、どうした？次々と意見が出される会議の中、騒ぎに紛れるように部屋を後にしたのは若菜だった。うん、ねえ、ケンスケ君。ああ、分かってる。たく、ケンスケのやつ。ああ、さっきの意見の話か。まあでもしゃあないことなんやと思うよな。うん。ここで足踏みしてたら、鬼どもにいいようにされておしまいじゃないか。今年は雪も少ないって話だから、僕でも多分なんとかなるだろう。絶対に春日山までたどり着いてやるから。まあこの多分なんとかなるだろうっていうのがやっぱり怖いんよな。ケンスケ君は経験してるから。待ってろよじゃないんだよ。ケンスケなんでここに？なんでも何もないよ、若菜ちん。そうだよ、若菜はケンスケ様のことをお見通しかもしれないけど、ワンコたちだって若菜のしそうなことくらいお見通しなんだからね。お前らも僕が行くのを止めようっていうのか？まあ確実にのたれ死んでまうからな。だって若菜ちん一人じゃ絶対遭難しちゃうでしょ。うん、100な。そうだよ、あの黒百合だって
ユリの話はすんなってば。冬の山は若菜が思っている以上に危ないんだって。危ないなら鬼と戦うのだって同じだろ。とにかく僕はみんなを助けられる可能性が少しでも高い方を選ぶからな。ケンスケ様、どうしよう。ケンスケ君、今日の若菜ちん一味違う感じだよ。まあ若菜ちゃんはなんていうの、行動してちゃんと示したいタイプやからな。こうやってじっとしとんのはまあ好きじゃないというか柄じゃないというか、そういうタイプやでな。まあしゃあないっちゃしゃあないんやけど、俺だってどうしようの気分だよ。若菜の気持ちだってわからないわけじゃないけど、どうすんねやろほんまに。まあやっぱね、その若菜ちゃんの気持ちももちろんわかるよ。そのどうかしたい、この状況をなんとかしたい、まあ、じっとしてるだけじゃ鬼にやられてしまうから、やっぱまあ立山越えてまあね助けを求めるというかね、まあそこまで行くっていう、まあ、わかんないけどやっぱな、冬の山っていうその怖さね。うん、まあ健介君は知ってるからこそまあ動かれへんっていう状況なんやけど、いやーどう打破するんやろうね。これだいぶピンチではあるからな。うん、春貞からもね圧はかけられてて、だいぶちょっとヤバめな感じにはなってるってところで、今回はここまでですかね。次回は、そうですね、そのまま後半ですね、見ていくと思います。ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。